タジオジブリ作品千と千尋の神隠しで重要ではあるものの正体不明の顔なし。最初に見た時にはその行動の意味や正体もよくわからず怖いという印象でした。物語終盤になっても正体は明らかにならないまま、とはいえどこか可愛らしさも感じるようになり、不思議で面白い立ち位置だなと思いました。正体不明の顔なしが千と千尋の神隠しに登場するのにはどんな意味が込められていたのでしょうか。千と千尋の神隠しの物語後半で中心となって描かれている顔なしですが、初登場はいつだったのでしょうか。それは千と千尋の神隠しの序盤、千尋がハクと一緒に湯婆婆の元に向かっている時でした。お湯屋につながる橋まで来た時、千尋の正体が人間だと気づかれないためには橋を渡り切るまでは息を止める必要がありました。この橋の上に実は顔なしが立っていたのです。息を止めている間は誰も千尋の存在や正体に気づいていませんでしたが、ただ一人顔なしだけは千尋の正体に気がついていたようで、千尋のことをずっと見つめている様子でした。この時点では顔なしの正体や意味は全く分かりません。しかし千と千尋の神隠しでは皆色鮮やかな色彩で描かれていたこともあって、黒い体に白いお面をしている顔なし、物語序盤で出てきた瞬間にこのキャラは何か意味があるのではないかと思えるほど、千と千尋の神隠しの中でも妙に目立っていました。そしてある雨の夜、千尋が水を捨てに雨戸を開けると雨に打たれた顔なしが佇んでいました。千と千尋の神隠しの中ではお湯屋は様々な神様たちが疲れを取りに来る場所、千尋は顔なしのこともお客様だと思い、濡れてしまうので雨戸を開けておきますねと言って正体不明の顔なしをお湯屋の中に招き入れてしまいました。はじめこそあ、え、と意味のないような声しか発せなかった顔なしでしたが、次第にカエルの言葉を話せるように。そして顔なしは砂金をばらまくのです。従業員たちも他の神様たちのお世話を放棄し、顔なしに尽くすことで砂金をもらうと必死に接待し始めてしまいます。以上の行動の意味を踏まえると顔なしは欲望であると考えられます。欲望という抽象的なものだからこそ正体不明の存在だったのですね。千と千尋の神隠しの世界で貴重とされる砂金を与えることによって、その見返りに従業員たちを次々に飲み込み、話す能力を得たり感情を表すことができるようになるのです。しかし顔なしが本当に手に入れたかったのは他の誰でもなく千尋でした。千と千尋の神隠しが劇場公開された際の作品紹介によると、湯屋のある世界とは別の場所からやってきた謎の男、己というものを持たない悲しい存在と書かれていました。つまり千と千尋の神隠しの世界では顔なしも異色で正体不明、誰にも存在を気づかれることがなく、存在すべき場所を見つけられていなかったのでしょう。そこへ自分と同じように異色とされる人間がやってきたことによって千尋に興味を持ったのだと思います。千尋は苦労しながらもだんだんこの世界で存在を確立していき、その上唯一顔なしの存在に気づいて配慮してくれた人物です。千尋のように自分自身の意味や居場所を作りたいと思い、彼女に憧れを持ったのではないでしょうか。ただし顔なしの正体が欲である一方、千尋は何も望みませんでした。砂金を見せても他の従業員たちのように自分の言うことを聞かない千尋を前にした顔なしは意味がわからないといった様子で、さらに千尋が川の神様からもらったニガ団子を顔なしに食べさせたことによって、それまで飲み込んだ食べ物や人物をすべて吐き戻しました。それはまるで浄化を意味するかのような姿でした。その後千尋と一緒にイバーバの妹ジニバーのところに行った顔なし、そこである出会いがありました。ジニバーが顔なしと名前を呼んで仕事の手伝いをさせ、ここにいろと言ってくれたのです。それはまるで顔なしの存在に意味を与えてくれたようでした。千と千尋の神隠しの作中ずっと無表情に見えたお面ですが、
ゼニバーの言葉で少しだけ柔らかくなった印象を持ちました。ゼニバーと同じように、実はユバーバも顔なしの存在に気がついていたようです。しかしユバーバはとんでもない客と呼んでいたこともあり、あえて気がつかないふりをしていたのかもしれませんね。顔なしの正体についてはもう一つ説があります。コミュニケーションが苦手で、お金で物を解決しようとし、思い通りにならなければ暴れる、これらの行動からは正体は現代の若者を意味しているのではないかという説です。確かに顔なしの行動の意味を考えてみると、誰にでも当てはまる部分があるかもしれません。私たちも誰かに存在を認めてもらえた時は嬉しいですし、仕事をもらったり居場所があって存在に意味があることを確認することで安心を得ています。その行動の意味を考えると、顔なしの正体は人間そのものということもできそうです。千と千尋の神隠しにおける顔なしの存在の意味、それは人間誰しも欲に塗られてしまうと見境をなくしてしまう可能性を持っており、それを避けるためにもゼニバーのような拠り所があると良いといったメッセージの意味を持っているのかもしれませんね。